3M カンパニーはアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール郊外のメイプルウッドに本拠地を置く世界的化学・電気素材メーカーである。この会社の社名には2002年までミネソタマイニング&マニュファクチャリング CEO が使用されていたが、後に略称である 3M を使用した。3M カンパニーに変更されている。3M は1902年にミネソタ州トゥーハーバーズに設立された。その後、スペリオル湖の港湾都市、工業都市として隆盛を迎えていた州北東部の中心都市であるダルースに本社を移した。現在のメイプルウッドに本社を移したのは1906年のことであった。3M は世界有数の化学企業であり、多くの経営学者が研究対象として同社を取り上げている。同社をその理論の実例として挙げた書物には、ジェームズ・C・コリンズとジェリー・アイ・ポラスによるビジョナリー・カンパニーや、トーマス・J・ピーターズとロバート・H・ウォーターマン・ジュニアによるエクセレント・カンパニーがある。また、日本の経営学者である野中育次郎も同社の経営に注目し、著書を執筆している。同社の経営手法として 15% カルチャーがある。これは従業員が勤務時間の 15% を日々の仕事にとらわれない活動に充てることを許す不分率である。日本では 3M 社が 75%、住友電機工業が 25% 出資の合弁会社、住友 3M を設立、3M の中で最大の系列会社となる。2014年9月1日付で、住友電機工業所有の株式を自社買取し、3M の 100% 子会社、3M ジャパン株式会社になる。過去には、複写機の開発、生産を行っていた時期があり、1970年には、世界初のカラーコピー機の販売を始めた。当時の価格は、日本円で約310万円、用紙は1枚300円であった。また、の3事業は、イメーションとして1996年7月にスピンオフしたが、下の2事業は、イーストマンコダックグループに譲渡された。ありがとうございます。